先月、大麻取締法で、えー、取締法違反で警察対応になり、それがきっかけで通院を始めたところ ASD と診断されました。今まで感じていた生きづらさの原因が分かった反面、傷ついていなかった生きづらさも増えていきます。もう自分や個性が分かりません。どう生きたらいいのでしょうかと。えー、っと、発達障害の方で薬物依存、えー、になる人、えー、は結構いますね。 だから、あの、依存症治療と発達障害はすごく密接な関係にあります。えー、だから、まあ、普通に治療を受けていくとがいいと思いますね。だから、どう生きていけばいいのかっていうと、まあ、依存症の治療をしていく。依存症の治療と発達障害の治療を両方やっていく。その中で、自分の人生をもう一回見直してみるってことですよね。なんでそういう薬物が必要だったのか。何が生きづらかったのか。これからどういう人生を送りたいのか。 自分の生きがいは何なんだろうとかやりがいは何なんだろうっていうことを、まあ、主治医の先生とかと、えー、一緒に考えていくっていうことだかなと思いますね。どう生きたらいいのかっていうのがまあ別にあの答えはないので生い立ちを振り返ったりとか自分の特性を振り返りながら、えー、見つけていくのがいいんじゃないかなと思いますね。